ホーフブルク宮殿第12回ユーロビージョンソングコンテストは1967年4月8日にオーストリアウィーンのホーフブルク宮殿で行われた。制作は ORF オーストリア放送協会。プレゼンターのエリカバールはドイツ語のほか、フランス語、英語、イタリア語、スペイン語、ロシア語で挨拶をした。曲のタイトルに字幕が初めて導入された。字幕は ドイツ語のほか、英語、フランス語が表示された。音楽監督、ヨハネス・フェーリングは、オーストリアの式のみ。フランスは、フランク・プールセルが9年目。スペインは、マヌエル・アレハンドロが務めた。幕合には、ビーン少年合唱団が、ヨハン・シュトラウス2世の、美しき、青きドナウとオーストリアの国家、山岳の国、大河の国を披露した。放送時間。 1>, 1時間48分、17カ国のネットワーク、デンマークが撤退した。理由は、DR デンマーク放送協会の予算は少なく、ユーロビジョンの参加は、負担が大きすぎる。それより、もっと多くの番組に使いたいから、ということだった。デンマークが次に大会に復帰したのは、12年後の1978年のことだった。内数字は、 参加回数1957年の投票方式に戻ることになった。各国の審査員は各10名。自国内で中継放送を鑑賞の上、一人一票ずつ投票。その投票数をそのまま会場に電話連絡するというシンプルな形だ。新たに追加した規則は、審査員の半数は30歳未満でなければならないという項目。これは、 視聴者の若返りを図る目的のため。しかし、それでも不手際が発生し、エブ欧州放送連合の関西委員、クリフォード・ブラウンが、モナコ、ユーゴスラビア、イタリアとアイルランドの集計表に介入して、修正を加えなければならなかった。極めつけは、プレゼンターのエリカが、RTE アイルランド放送へ電話する前に、優勝はイギリスですと発表してしまったこと。即座に、 ブラウン氏が指摘すると、エリカは RTE に電話をして謝罪することになった。RTE スポックスマンが、私たちは見捨てられたと思いましたと答え、観客から、ドット拍手が沸き起こった。優勝は、イギリス代表、サンディショー賞、恋の操り人形。しかし、大会後、大ヒットになったのは、惜しくも入賞を逃したルクセンブルク代表、ビッキーの、恋は、水色だった。 同曲は、ルクセンブルクの公用語である、フランス語、ドイツ語に加え、英語、オランダ語、イタリア語版、そして日本語版も録音、発売され、世界中のファンを魅了した。さらに翌年には、ポール・モーリア楽団の演奏でカバーされると、アメリカビルボードシングルチャートで1968年2月から3月に、かけての5週連続で第1位を獲得した。なお、 この曲の作曲家、アンドレ・ポップは、フランス人だが、ビッキーは、ギリシャ人ながら、ドイツを活動拠点にしているのため、ドイツ語歌唱が大半を占めており、フレンチポップスのアイドルではない。言語、SL イコール、スロベニア語イコール、イタリア語 A イコール英語ランイコール、オランダ語テンイコールスウェーデン語西イコールスペイン語独、イコール、ドイツ語ダクイコールノルウェー語フンイコール、 フィンランド語普通イコール、フランス語ホイコール、ポルトガル語各曲の歌詞については以下を参照のこと、リガルースラッシュ英語版、フランス語版。ありがとうございます。